香取神道流兵法天心少年香取神道流兵法日本武術の源流天心少年香取神道流は飯笹超異彩家直を流祖として下総の国香取の地に伝承する武術である。その後連綿と続き現在20代目宗家飯笹海底先生に至っている。その間有名な本流には上泉伊勢の神塚原土佐の神および僕で松本備前の神諸岡一波祭秀吉の軍師竹中半兵衛伊庭軍兵衛などなど埋挙にいとまがない。東流には剣術居合術柔術棒術槍術薙刀術をはじめ軍配法築城法天文地理引用企画までに至る総合武術として古来より軍学者や武将たちが学んだ膨大な修行法が残されている。えいやあっHot!
中武器と武器が激しく当たるが、それは型を盗まれないためである。また一本ごとの型が非常に長く作られている。昭和35年千葉県無形文化財に指定されております。